ああ、なんてことだ。アレック、どうした？どの通信を傍受してもデタラメな鎮静シロップについての宣伝ばかりが流れているんだ。天に誓ってこのままスターリックの支配が続くなら。アレック、ちょっといいかな。この二人は友人だ。エビーフライと弟のジェイコブフライ。ああ、アレクサンダー・グラハム・ベルだ。言語学者で発明家で技術者だ。アレック、君に頼みたいことがあるんだ。これを修理できるか？どうやら部品が割れているようだ。あ、これはいい。なるほど、ビッグベンの上にヒューズを設置するとき、これがあればな。アレックは自由報道協会が使う電信線を引こうとしてる。スターリック電信会社に対抗してな。ビッグベンから伸びている電線を接続するヒューズを直すことができればスターリックの勢いをそげるのだが、いろいろと問題があってね。これでよしと。装置を外してブレーサーと一緒に使えるようにした。早速使ってみるかな。ジェイコブ待って。ミスターベル、ヒューズの修理を手伝わせて。ああ、それは夢のような申し出だ、ミスフライ。よし、私の馬車で行こう。手綱をお任せできるかな。もちろん。おっと、手伝おう。ああ、ミスフライ、手を貸してくれて本当に嬉しいよ。ミスターベル、今はどんなものを発明してるの？音声電信装置を開発してる。トンと2だけじゃないぞ。人間の声をそのまま伝えられるようになるんだ。音声電信装置？長いわね。電信で話せるから電話と呼ぶのはどう？電話？ひどい名前だ。前に話した通り、報道機関は完全にスターリック電信会社に依存している。それでミスターグリーンは電信線の依頼を。そうだ。さらに小規模な独立系企業の電信線は妨害されており、故障したヒューズを直すこともできない。なぜなら壊れたヒューズはビッグベンの上にあるから。そのとおり。政府発行の特別な許可証がないと通してくれないからな。そのことなら心配ないわ。ヒューズの修理は任せて。はっ、いい眺め。これで全部ね。これでいいはず。
本当に助かったよ、ミス・フライ。これで新たな電線の設置を進められるぞ。他にもできることがあれば。あるとも。時々訪ねてくれ。そうだ、これは最近いじっている装置だが、ここに作り方を書いておいた。少々欠陥はあるが、威力は保証するぞ。
ああ、ミス・フライ。今、治った電信線で送られてきたメッセージをジェイコブに見せていたんだ。そうそう、あのロープランチャーは君にあげよう。それに彼の分も別に用意してやる。本当によくやってくれた。ありがとう。どういたしまして、ミスター・ベル。これで公平な報道と言論の自由を守ることができる。自由は素晴らしいが、自由かつ話が短いともっといい。全く君は辛辣だな。じゃあそろそろおいとましなきゃ。二人の幸運を祈る。また来るといい。いつでもいいぞ。